10キロジョギングした後、ウォークモードを解除します。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ドラクエウォークをやっていきます。毎週2回恒例の10キロジョギングした後、ウォークモードを解除する動画でございます。今こちらですね、ウォークモードのロックがかかった状態になっておりまして、はい、今ロックを解除しました。私先ほどですね、10キロのジョギングから帰ってきました。まあその間ですね、まあスマートフォンをずっと持ってですね、ウォークモード、ドラクエウォーク、まあ作動させたままですね、10キロジョギングしてきたということでございます。まあその間ですね、たくさんのモンスターを倒して、まああとね、仲間モンスターもですね、いくつか仲間になってるんじゃないかなと思います。というわけで、まあそれがどれだけの効果があったのかということ、成果についてはですね、これからウォークモードを解除すると、それが出るということで、まあそれを皆さんと共有するための動画でございます。というわけで、前置き長くなりましたが、ウォークモード解除します。では、解除。はい、というわけで、倒したモンスター407匹というわけで、まあ、モンスターのね、倒し、まあ、モンスター数はそこまででもないですけれど、はい、バリクナジャ、はい、A いただきました。ありがとうございます。はい。まあ、今回はバリクナジャのね、倒したというか、ドロップ率良かったですね。6個も心ありますね。A、B、C、DDD ということで、あとは、まあ、はい、すべて、真珠ポイントいくかなと思います。あと、はい、次ですね、仲間モンスター、行きましょう。スカウトモンスターかな。はい、スカウトモンスターは、はい、金の卵1個いただきました。あとですね、はい、ちょっと、まあ、モンスターのね、素材としては、まあ、全然ですね、素質が最高で得ということで、いまいちなんですけれど、まあ、とりあえず、はい、スキルをね、見ていきましょう。こいつ、ポイズンリザードはね、キングプレスとか持つようになったので、まあ、こいつは持ってないので、罰と。初めてのモーモンですね。モーモン初めて仲間になりました。はい、ありがとうございます。ということで、癒しの風。まあ、はい、基本、外れかな。はい、スキルは外れですね。まあ、でも初めて仲間になりました。オニオンはですね、ザオ持ってたら当たり。あ、ザオ持ってましたね。はい。あとは癒しの風。はい。ザオ持ち。あとは、はい。ドルイド。ドルイドはですね、バギマ。あ、バギマは外れですけれど、他にはメラミ外れ、メラパニ。はい。ということで、このドルイドは外れということで。まあ、あと銀の卵とね、金の卵、1個ずついただきました。ということで、はい。というわけで、アルクンデス W をちょっと見ていきましょう。どうなってるでしょうか。はい。はい、1万3000ポクロかな。はい。それぐらい増えましたね。はい。結構増えました。今、エンゼルスライムというですね、こちらなっております。はい。で、次ですね、イベントのところを見ていきましょうか。はい。イベントのところなんですけれど、はい。こちらのね、石板っていうのかな。こちら、ちょっと達成しました。はい。というわけで、ちょっとここをね、押してみましょう。はい。ちょっとここはね、スキップします。スキップしますね。はい。スキップしますね。この会話はスキップする。ということで。はい。クリア報酬ということで、こちらですね、コンプリートしました。強敵バリクナジャ、ダメージ、プラス10ということで。はい。次の報酬はまだ、かな。はい。ですね。はい。ということで、ございます。あとは、こちら見ていきましょうか。ミッションのノーマルのモンスターズガン、はい、420匹、登録しました。あとはプレゼントですね。プレゼントはこちら、ジェムいただきます。はい。あとはですね、はい。仲間モンスターのところちょっと見ていきましょう。はい。ですね、ちょっと訓練場のところをまずチェックです。はい。レベル47ということで、こんな感じですね。とりあえず、1万3000歩族のモンスターを6匹、はい、置いております。はい。こんな感じでですね。まあ、もう少しでレベル50になるところです。あとはですね、ちょっと卵なんですけれど、キラーパンサーの卵をね、2個セットしてて、まあ、この動画の時に孵化する予定だったんですけど、ちょっと歩数がね、足りなかったですね。ということで、ぐらいかな。はい。ということで、仲間モンスター図鑑はね、こんな感じになっております。元々の45種類についてはですね、とりあえず虹色全部コンプリートしました。あとは、
新しいモンスターはこんな感じですね。先ほどモーモンがね、初めて仲間に なりました。ということで、はい。ぐらいかな。はい。あとはそんなところでございます。ということで、はい。では、この後なんですけれど、はい。こちら、ボーナスダンジョン、やっていくことにします。はい。一応ですね、はい。魔物マスターのパーティーになります。魔物マスター4人のパーティーになります。というわけで、はい。これね、スロットマシーン3回できるというやつになります。はい。まあ、絵柄がね、揃うと、経験値、ゴールドが、まあ、たくさんもらえるということで、まあ、運試しみたいな感じです。はい。というわけで、最初行きましょう。このキラースロットマシンと、まあ、戦うんですけれど、まあ、ダメージを与えると、はい。まあ、絵柄が出てくると。ある程度ダメージを与えると、絵柄が出てくる。はい。こんな感じですね。はい。はい。残り1個ですね。EXP。これが揃うと、経験値がたくさんもらえるということで、おありがとうございます。経験値27万ぐらいね、もらえたと思います。はい、これで。ありがとうございます。大当たりいただきました。はい。一番いいのはね、737ですね。まあでも、幸先いいスタートですね。はい。というわけで、あと2回ありますんで、まあそちらもね、期待していきましょう。はい。では、行きましょう。引き続き、キラースロットマシンと、まあ、戦っていきます。ダークネスフレア。行きましょう。ドン。ドン。こんな感じで。はい、次。どうでしょうか。うん、2回目は外れでしたね。はい、というわけで、はい、ではラスト1回期待しましょう。まあ最初の1回目でね、EXP 黒いやつが3つ当たってますので、とりあえずまあこれそれだけでね大当たりなんですけれど、まあ最後の1回いきましょう。あ、1個ドラキー出てきましたね。はい、はい、2回目3回目は外れということでございました。はい。というわけで、うん。まあ、結構ね、今、レベル58、59、魔物マスターなんですけれど、はい。戦闘のね、魔物マスターだけ、金の、イヤリングかな、はい。なんかつけてて、経験値が時々2倍もらえるやつなので、ちょっとね、こいつだけ経験値が進んでるんですよね。まあ、とりあえず、はい、そんなところで、28万5千の経験値いただきました。はい、あとですね、レアお宝ボックス1個いただきました。EXP3 つ揃ったので、経験値27万ですね。あとは、獲得報酬として、はい、レアお宝ボックス1個もらっております。ということで、まあ、今週のボーナスダンジョンはとりあえず、3回終わったということで。まあ今ね、週末なので、もうすぐ、週明けでございます。まあいいや、はい。とりあえずこんな感じですかね。ということで、はい。まあちょっと、またプレゼントがありますので、こっちもね、モンスター図鑑の方かな。いただいておきましょう。イベントモンスターで、こちらですね。バリクナジャ、91匹です。はい。90匹目の、ジェムいただきました。はい。というわけで、ここのプレゼントも、まあ、いただくことにしましょう。ということで、はい。というわけで、今回はですね、ウォークモード。はい。10キロジョギングした後、解除の動画でございました。まあ、毎週2回ね、こういうことをやっております。というわけで、今回の動画、以上になります。また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。